あなたはインドの叙事詩であるマハーバーラタをご存知でしょうか。世界で最も長い叙事詩と言われているマハーバーラタには、パーンダバと呼ばれる5人の王子とカウラブアと呼ばれる100人の王子との間に生じた国の継承をかけた長い確執が全18巻にもわたって書かれています。その中には戦士たちの命をかけた闘志あふれる決闘が数多く記されています。今回はそんな心躍るような熱い戦いを5戦紹介していきます。双方の頭脳同士の対決、秀才対策略家アビマニュ vs ドローナ。一つ目にご紹介する戦いはアビマニュ vs ドローナです。パーンダバゴ王子の三男アルジュナの息子であるアビマニュとカウラブア側のドローナという戦士との間の戦いです。最初はドローナとアルジュナが互いに睨み合っており、戦線は膠着状態にありました。しかしアルジュナが長男であるユディシュティラのそばを離れると、それを見ていたドローナは味方に陣形を変更するよう命じます。その陣形は円形で、さらに7つの入り口があったといいますから、なんとも奇妙です。入り口が複数あるのもなんだかこちらを誘っているようで不気味ですね。ドローナの意図が分からず困惑したユディシュティラは、戦術に詳しかったアルジュナの息子のアビマに及び、お前しかこの陣形に通じる者はいない、どうかこの陣形を破ってくれないかと伝えます。実はアビマニがまだ母の体内にいた頃、父アルジュナが敵を中心に誘い込み外から攻撃するという複雑な軍人型について話をしているのを聞いて理解していたと言われています。アビマニは秀才だったんですね。自分を信頼してもらえたことに喜んだアビマニは、自分の部隊を連れて怪しげなエンジンの中へと果敢に突き進んでいきます。武芸にも秀でていたアビマニはエンジンの一角を打ち破ると、その勢いのままさらにエンジンの奥へと進んでいきました。すると突然エンジンが閉じ、アビマニはエンジンの中央に閉じ込められてしまいました。そう、これはドローナの罠だったのです。自分からが恋に行くのではなく、相手が飛び込んできたところを囲う、まさに飛んで火にいる夏の虫といったところでしょうか。非常に賢い作戦ですね。ユディシュティラはアビマニュがなかなか戻ってこないことに不安を感じていました。しかし残酷にもこの不安は的中してしまいます。敵に囲まれたアビマニュはジャヤドラタという戦士に背後から攻撃されて撃たれてしまうんです。実は母が途中で寝てしまったため、体内のアビマニュは陣形から出る方法は聞き逃していました。さてその日の夜にアルジュナは息子が帰還していないことを知り、撃たれたことを悟ります。失意の中、アルジュナは明日日が沈むより前にジャヤドラタを倒せなければこの命を捨てると息子の敵討ちを決心するのでした。アダを撃てなければ命を捨てるなんて並大抵の決心じゃないです。それほど息子のアビマニのことを愛していたんですね。息子の思いを背負った復讐に燃える父の戦い、アルジュナ vs ジャヤドラタ。二つ目にご紹介する戦いはアルジュナ vs ジャヤドラタです。息子を撃たれた恨みを晴らすべく、日没までにジャヤドラタを倒すと固く決心したアルジュナと、アビマニを後ろから攻撃して撃つという卑怯な攻撃を行ったカウラブアの戦士ジャヤドラタの一戦です。アルジュナが復讐に燃えているという噂はすぐにカウラブアに伝わり、兵たちはジャヤドラタを守るため彼を一番後方に置いて布陣しました。そして運命の翌日、戦闘が始まるとアルジュナは他の敵には目もくれず、一目散にジャヤドラタめがけて突進しました。まさにちょとつ猛進です。アルジュナの突進を止めるためドローナが彼の行く手を必死に遮りますが、うまく回避され止めることができません。カウラブアの戦士ドゥリオーダナがアルジュナを攻撃しますが、攻撃を受けてもなおアルジュナはジャヤドラタを倒すべく走り続けます。この時の彼を支えていたのは復讐心だけでしょう。自分の息子に対する深い愛情が痛いほど伝わってきますね。さて決して足を止めることなく、邪魔者を蹴散らしながらジャヤドラタのところへ向かうアルジュナですが、日没直前になりついにジャヤドラタの首を弓で射抜くことに成功します。アルジュナの放った矢はジャヤドラタの首を見事に射抜き、そのまま空中を飛んで座って瞑想していたジャヤドラタの父であるブリッダクシャトラの腿の上に首を落としました。実はジャヤドラタにはこの子の首を地上に落とす者はその首を粉々に砕かれるであろうという武王の呪いがかかっていたんです。そこで神の化身クリシナはアルジュナに弓でジャヤドラタの首を父親の腿の上に落ちるように射るとよいと
とアドバイスしました。アドバイスを受けたとはいえ、父親の腿の上に落とすように正確に弓を入れる腕前がすごいですよね。その後、瞑想を終えたブリッダクシャトラが立ち上がったことにより首を落とすと、ブリッダクシャトラの首は粉々に砕け散ったといいます。武王のかけた呪いは本当だったんですね。ちなみにこの日の戦闘は日没もも終わらず、戦いは夜間までも連れ込み、カウラブア川の王子は21人も亡くなったといいます。血で血を洗うような凄まじい戦いだったことがわかりますね。そんな中で見事に息子の仇を討ったアルジナはまさに英雄の名にふさわしいでしょう。弓の達人者同士の命がけの死闘、アルジナ VS カルナ。3つ目にご紹介する戦いはアルジナ VS カルナです。パーンダバの弓の達人アルジナとカウラブアの弓の達人カルナの衝突で弓の扱いに秀でた2人が繰り広げた激闘です。ことの発端はパーンダバの長男であるユディシュティラがカウラブアの総司令官となったカルナに攻撃され瀕死の重傷を負ったことでした。大怪我を負った兄を心配するあまり、戦闘中だったアルジナは次男ビーマに戦場を任せて一時撤退します。しかしこれまでもカルナに非常に苦しめられてきたユディシュティラはカルナをこれまで倒してこなかったアルジナを彼が使っている神球ガーンディーバにふさわしくないと非難します。兄の強い言葉を聞いて奮い立ったアルジナはカルナの討伐をユディシュティラに誓い戦場へと戻ります。アルジナはかなり強い言葉で兄に罵倒されたようですから、よく喧嘩にならなかったと思います。きっとアルジュナの心の片隅にはこれまでカルナを避け続けてきたことへの後悔の念があったのでしょうね。さて戦場に戻ったアルジュナはクリシナの操る戦車に乗り、シャリアという人が操る戦車に乗ったカルナの元へと向かいます。やがて二人は相対すると激しい弓の打ち合いが始まります。打ち合いの中でカルナは必殺の蛇矢を持ち出してアルジュナに向けて放ちますが、実はこの矢かつてアルジュナが焼いたカーンダバという場所に住んでいた竜王アシユバセーナが化けた姿だったのです。矢に化けるとはアルジュナに対して相当な恨みを抱いていたことがわかります。アルジュナに向けて放たれたこの矢はクリシュナの巧みな操作によってアルジュナの冠を砕くことしかできません。それでもアシユバセーナは諦めません。再びカルナの元へ戻ると再度アルジュナに向けて飛んでいくのです。しかしこれを見切ったアルジュナは持っていた矢でこれを切り裂きました。どんな動体視力をしてるんでしょうか。すごすぎます。その後は両者一歩も引かない打ち合いが続きましたが、ついにアルジュナの放った弓がカルナに命中します。あとはとどめを刺すだけだったのですが、意識朦朧とするカルナを前にアルジュナはカルナを撃つことを躊躇します。これを見かねたクリシュナがアルジュナを叱咤激励しますが、その隙にカルナは意識を取り戻し再び戦闘となります。アルジュナにとってカルナは父違いの兄であるため撃てないのも無理ありません。ですが結局カルナは戦車の車輪が地面にはまって動けなくなり、この隙を逃さなかったアルジュナに弓矢で撃ち取られます。壮絶な死闘はアルジュナの勝利で終わりますが、実の兄を撃った彼は複雑な思いを抱えたことでしょう。追い込まれたカウラブアが示した戦士としての在り方、ビーマ VS ドゥルヨーダナ。4つ目にご紹介する戦いはビーマ VS ドゥルヨーダナです。パーンダバゴ王子の次男ビーマとカウラブアの長男ドゥルヨーダナが行った1対1の決闘です。両軍は依然として各地で激しい戦闘を繰り広げますが、月日が経つにつれてカウラブア川が押され始め、ビーシュマやカルナなどカウラブアの強力な戦士たちが次々と倒されていきます。冷静に考えてパーンダバはほとんど5人だけで100人の戦士相手に立ち向かい、さらに戦いを優勢に進めているわけですから、とんでもない強さしてますよね。さてそんな中、カウラブアのリーダーで長男のドゥルヨーダナもパーンダバの次なる標的となります。周りにいた弟たちをあっさりと倒されたドゥルヨーダナは分が悪いと判断し、なんとか湖に逃げ込み身を隠します。パーンダバにビビって逃げただけかもしれませんが、自分の置かれている状況を冷静に判断し、感情的になって一人で突撃することなく退却したのは結果的には正しい判断だと言えるでしょう。さて湖に隠れたドゥルヨーダナのもとに生き残ったカウラブアの戦士たちが集まり、再度パーンダバたちと戦うことを進めますが、今は休むと告げて断ります。反撃の作戦くらいは立てておいた方がいい気がしますが、そんな余裕すらなかったんでしょう。しかし不運にも森で狩りをしていた漁師がこのやり取りを聞いており、
すぐさまパーンダバに伝えられると、長男、ユディシュティラは皆を率いて湖へ向かいます。ユディシュティラはドゥルヨーダナに対し、好きな武器、好きな一人を選んで戦え。もし、ドゥルヨーダナが勝てば自分は敗北を認めるだろうと言います。つまり、決闘の申し込みですね。それにしても、好きな武器を選ばせるなんて完全に舐めてますね。これも相手を感情的にさせる作戦なんでしょうか。しかし、ドゥルヨーダナは棍棒術において比類なき戦士だったのです。当然、ドゥルヨーダナは武器に棍棒を選び、生涯に組んできたビーマを相手に選びます。女神、クリシュナはこのことについて、棍棒術に長けた彼に対して、君はあまりにも安易な約束をしてしまったと、ユディシュティラを非難します。そして決闘が始まりますが、案の定、ドゥルヨーダナはビーマを激しく追い込んでいました。これで負けたらかなりカッコ悪いですけど、大丈夫でしょうか。窮地に立たされたビーマでしたが、クリシュナの助言に従い、ドゥルヨーダナの桃を攻撃してこれを打ち負かします。しかし実は棍棒を用いた戦いにおいて、へそから下を狙うことは反則だったのです。つまり、マハーバーラタの中で主人公の一人として描かれているビーマが、まさかの反則技で勝ったわけです。これは最悪ですね。結果的には敗北したドゥルヨーダナはこれをひどく非難しますが、クリシュナはドゥルヨーダナの行ってきた悪行を挙げ、これは正当だと主張します。確かに言いたいことはわかりますが、なんだかモヤモヤしますね。ただドゥルヨーダナは、戦士として戦い、散っていくことを誇る胸を語りました。ここだけ見たらどっちが主人公かわかりませんね。その後ドゥルヨーダナは、アシュバッターマンを指揮官に任命し、彼の野襲の成功報告を受けた後、静かに息を引き取ります。ドゥルヨーダナは最後に、戦士としてのあり方を示しました。彼は戦士として生きることに誇りを持っていたんですね。クリシュナに悪行を重ねてきたと言われていましたが、それはあくまでパーンダバ側からの評価に過ぎません。これらを踏まえると、ドゥルヨーダナを憎めないのは、私だけでしょうか。最強の戦士を前にして現れる、正義と勝利の葛藤。パーンダバ戦士たち、VS、ドローナ。最後にご紹介する戦いは、パーンダバ戦士たち、VS、ドローナです。これまでは一人ずつ戦ってきたパーンダバ戦士たちでしたが、今回は協力してドローナを倒すという、異色の戦いとなっています。パーンダバ勝利のためにはドローナを倒さなければなりませんでしたが、偉大な戦士ドローナを倒すことは難しく、パーンダバは頭を悩ませます。すると女神のクリシュナは、ドローナの息子、アシュバッターマンが撃たれた、という偽の情報を流せば、ドローナはこの戦場を離れるだろう、と言います。クリシュナは女神なのに、今回といい、先ほどのドゥルヨーダナといい、結構えげつない作戦を提案しますよね。なかなか怖いです。長男、ユディシュティラはクリシュナの策は卑怯だと反対しますが、次男、ビーマはこの案を聞き入れて即実行します。兄弟で全く違った性格をしてますね。ビーマはアシュバッターマンという名前を付けた像を倒すと、アシュバッターマンを倒したぞと大声で叫びます。ドローナは敵の陣地から聞こえてきたビーマの声を聞きつけると、動揺しながら、それは本当かとユディシュティラに向けて叫びます。アシュバッターマンは死んだのか、という問いかけに対して、何と答えてよいかわからず、ユディシュティラは立ち尽くしていました。ユディシュティラは心からの正直者だったんですね。ただそんな彼も、パーンダバの勝利のために罪を犯すことを決心すると、ユディシュティラは静かにこう言います。アシュバッターマンは亡くなった。象のアシュバッターマンがね、最後の方はもはや誰も聞いておらず、アシュバッターマンは亡くなった。という言葉にドローナは悲しみます。息子を愛していたドローナは、息子が撃たれたことを確信すると、武器を捨て、戦争から離脱することを宣言した後、その場に座り込みます。この時を待っていたパーンダバ戦士のドゥリシュタデ・ユムナは、座り込んでいたドローナを撃ちます。こうして、この戦いはパーンダバの勝利で終わります。ちなみに、ユディシュティラは今までに嘘を言ったことがありませんでしたが、これをきっかけに、それまで宙に浮いていたユディシュティラの戦車は、普通の人の戦車と同様に地上に降りたといいます。罪を犯したことで、神の力のようなものが失われたのですね。この作戦は卑怯にも感じられますが、パーンダバが協力するだけでなく、卑怯な手まで使わないと勝てないという、ドローナの強さが現れた戦いでした。いかがだったでしょうか。今までの戦いでわかるように、国の継承をかけて、それぞれの戦士たちは命がけで戦いました。ただ、いくら敵とは言っても、カウラブアとパーンダバは親族です。
血を分けた者同士で争うことに対して両者とも複雑な思いを抱えていたに違いありません。そんな戦士たちの勇姿は現代でも語り継がれています。今回は英雄同士の熱いバトルを5戦紹介しました。他にもリクエストなどございましたらぜひコメントで教えてください。それでは次回も別の神話伝説の世界へと皆さんをお連れします。